さんこんにちは。最後まで撮影やスマートフォンの操作はご遠慮いただきますようお願いいたします。この扉くるくる回りますので、あります側自然をご注意ください。ある日のこと、クマのプーさんはクリストファーロビンに風船が欲しいと言いました。風船なんか何に使うの？蜂に刺さるな。風船じゃ蜂蜜は取れないよ。取れるよ。プーさんは